はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は、前回、僕の貯金額と全財産を公開させてもらいました。その際に、たくさんのコメントをいただきまして本当にありがとうございました。本当いろんなご意見とか感想があってとても勉強になりましたし、コメントいただいてとても嬉しかったです。でその中でコメントでリクエストをいただきました。今日はそのちょっとリクエストにですねお答えさせてもらおうと思っております。まずこういったコメントをいただきました。トマト大好きさんという方なんですけども、貯金が少なくて不安に押しつぶされそうになったりしませんかというコメントをいただきました。はい、本当にありがとうございます。それに対して僕はこういうふうに返信をさせてもらいました。コメントありがとうございます。貯金額が少なくて不安に押しつぶされそうになることはほとんどないんですよ。昔はもっとどん底でしたので、その時に比べたら今はいいなって感じで思ってます。はい。で、この僕の返信に対してさらにこういった形でお返事をいただきました。その辺の気持ちの詳細を動画にしてほしいです。私も苦労してた時よりも今は貯金が多いですが不安が多いです。老後のことを考えたり仕事の不安などで、昔の心情と今の心情の比較などを踏まえて価値観や思考を動画にしてほしいですというですねコメントをいただきました。本当にありがとうございます。今日はこちらのコメントに、僕なりに全力でお返事をさせていただきたいと思います。今日は僕のですね貯金額の年表も作ってみました。ほとんどざっくりなんですけども、僕は18歳から社会人になって今37歳なんですけども、それまでの年表を作ってみたのでそれもですね発表させていただきますので、本日もよろしくお願いいたします。早速ちょっとまずは最初に僕の貯金額の年表をですね見てもらおうと思います。ほとんどざっくりです。ちょっと分かんないところもあるんですけども、ざっくり書かせてもらいました。こんな感じです。この27歳の時に、50万あるんですけども、これはたまたまね営業の仕事で歩合制のお仕事をしてた時にうまくいってたまたま給料が上がって、残高みたいな感じですね。これぐらいの残高になったことがあるみたいな感じだと思います。そして33歳で120万ぐらいを貯金して、34歳の時に千葉県の勝浦市に引っ越してきました。この33歳の時はこの時も営業の仕事をしていて、毎月ね10万円貯金したんですよ。家賃はね東京の江東区で4万5000円の、アパートに住んで、給料から毎月10万円貯金をして、それを大体1年ぐらい続けて、で会社をその時辞めて、移住してきたと。でそっから34歳からは今ずっと右肩下がりで、現在37歳で、これは全財産なんですけども、全財産が23万円ぐらいですってことを前回の動画でお話ししました。今日は、どん底の時の、その気持ちの詳細とか、昔と今の心情の違いとかを、お話しさせてもらおうと思います。だいたい僕が24歳から30歳ぐらいまでの時っていうのは本当にどん底でした。本当にお金がなかったんですよね。でいろんな仕事もしました。営業の正社員だったりとか、あと日雇い、派遣、パートとかですね、もうたくさん仕事をして、ました。で今日は結構僕が昔上げた動画とかもですね、いろいろ振り返ってます。で24歳の時に僕はクレジットカードを作ったんですよ。これも前にねお話しましたね。でクレジットカードを作って、そこからリボ払いを覚えて覚えてというかリボ払いをして、どんどん、リボ払いが膨らんでいって、でキャッシングにも手を出して、どん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 こうクレジットカードの支払いが膨らんでいったってことがあったんですよ。はい。で仕事も転々としてるので収入も安定しなかったりとか、あとは無職期間もあったりとかして、本当にギリギリの生活をしてました。いろんなエピソードがあるんですけども、なんとなく覚えてるんですけども、本当にね貯金残高が、口座に入ってる残高が数百円しかなくて、その数百円を確かね下ろしに行った記憶がねぼんやりあります、はい、だったりとか、あとは警備員の仕事をしてた時に、警備員ってねお弁当が出たんですよね。余ったお弁当をいつもね持って帰らせてもらってました。はい。それ何とかね食いつないでましたね。あとはこれは本当に初期の動画で話したんですけども、この経験結構すごく大きかったなと思うんですが、これはね29歳ぐらいの時にですね、
僕は運送の仕事をしていて、で本当にお金がなくて、その時に大切な、先輩から借金をしてたんですね。でその運送の仕事で繁忙期があるんですね。その繁忙期を本当に一生懸命頑張ったんですよ。朝から晩までじゃなくて朝から夜まで一生懸命頑張ってました。そして、その時はパートでしたけども、時給1500円で働いていて、その1ヶ月の給料が45万円だったんですよ。これはね、45万円というのは僕が正社員以外で稼いだ最高月収です。45万円稼いだんですよ。やればできるじゃんと思って、でそれでその45万円の中からその先輩に借金を返したりとか、生活費のためにですね、もちろん生活費のために使おうと思ったんですけども、それを下ろしに行ったんです。銀行にね、下ろしに行きました。そしたら、45万円入ってました。で、なんですけども残高がですねゼロって書いてありました。僕はね、目を疑ったんですよ。ちょっと待ってくれと思って、でその45万円の下を見たらですね、カタカナで差し押さえって書いてあったんですよ。で残高ゼロなんですよね。でその時に、あ、終わったと思ったんですよ。あ、人生詰んだなと思って。でその日ってすごくね、暑い日で天気が良かったんですよね。で今でも覚えてるんですけども、東京都江東区のね、ATM を出て、しゃがみ込んだのを覚えてます。どうしようと思って、もうすっからかんですよね。すっからかんどころじゃなくて、大事な先輩にね、借金を返さなきゃいけなかったんですよ。で終わったと思って、終わったと思いました。でもね、なんとかなったんですよ。その時ね、僕ね、その仕事を1ヶ月頑張って、もうそこで辞めたんですよ、仕事を。だから無職ですね。でそっから役所に電話をして、なんとかね、交渉したんですよ。なんとか交渉して十数万円だけは返してもらったんです。でそれで、借金を返すことができました。どうやって生活したかは正直覚えてないです。覚えてないですよ。でもね、なんとか借金を返すことができて、で今現在こうやって生きてるんですよね。で僕がこのどん底の経験をしてお伝えしたいのは、どん底を乗り越えた経験っていうのは、自分だけのね、自信になるんですよ。これがすごく大事なんですよね。本当にお金がなくて、でも乗り越えてきたじゃないかと。それから考えたら、今自分37歳で、全財産が23万円っていうのは、もう全然お金あるじゃないかと思えるわけですよ。で、お金がなくなっても、自分だったら大丈夫というふうに思ってるんですよ。これは乗り越えたから持てる自信なんですけども、自分だったら大丈夫、またゼロになったとしても必ずまた復活できるというふうにね、思ってるんですよ。これが今の僕の心情ですね。昔はもうお金がなくなったらもう終わりだと思ってたんです。でもそれを乗り越えた経験があるから、今はお金がなくてもなんとかなると思ってるんですよ。でこれは僕だけじゃなくて、なんとかなるんですよね。皆さんもなんとかなるんですよ。なんとかなるから今、こうやって生きているわけですよね。で生きて僕の今動画を見ていただけるわけじゃないですか。なので必ず何とかなるし、もう本当にやばかったら何とかするんですよ。だし、そもそも憲法の日本国憲法第25条で、全ての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するっていうふうにね、憲法に書いてありますので、それもあってもちろん生活保護っていうのがねあります。でこっちに引っ越してからは、そういったもうセーフティネット、生活保護についてもものすごくね、知られました。勉強もしてますし、だからもう、自分がこの日本に生まれて、本当に食べ物がなくて、餓死するってことは、もうないなと思ってるんですよね。憲法にも書いてあるし、生活保護っていうのも最悪はあるし、もう僕はね、その一定期間は、国に頼っても別にいいなと思ってるんですよ。何も恥ずかしいことではないと思いますし、そういうこともね、考えてます。で、どん底についてことですね、もう一つ、あるんですが、これはですね、考え方の話ですけども、僕は以前、この話を聞いて、すごくいいなというふうに思ったお話があります。これは前にも動画でお話ししてるんですけども、自分を映画の主人公だと思って
客観的に見るっていうのがですね、すごくいいなというふうに思います。これはどういうことかと言いますと、僕が主人公の映画を僕自身がスクリーンで見てるということですね。だからここら辺からこう見てるみたいな感じですかね。はい。で、映画っていうのは、まあ、大体主人公っていうのがハッピーエンドで終わるじゃないですか。それまでにどん底があって、そこからこう這い上がっていくみたいなんですね。ほとんどですよね。例えば、どん底も何もなくて、ただこう、ハッピーエンドで終わっていく映画なんていうのは、面白くも何ともないじゃないですか。そして、どんだけ主人公がどん底になったとしても、主人公っていうのは生きてますよね。はい。例えば、まあ、ワンピースとか映画あったとして、ルフィがぶっ倒れて、もう、でもルフィは、もうぶっ倒れてますけども、見てる僕からすると、こっからルフィはどういう風な展開で、この敵を倒すんだろうかみたいな感じで思うわけですよね。まあ、それと一緒で、自分を主人公として、ここのどん底でどういう風に上がっていくのか。あとは、もうどん底っていうのは、まあ、その映画の一番面白いところじゃないですか。なので、今どん底にいるってことは、これは面白いぞと。面白い、ここからどうなんだろうっていう風に、自分をですね、客観的に見ています。はい。で、そういうふうに考えると、例えば、自分にとって合わない人とか、嫌いな人とか、何か自分にしてくる人とかっていうのは、自分にとっては、その人は自分をこう引き立ててくれる、こう、名脇役なわけですよね。考えると、その人にも、どうもありがとうっていうふうになんか言えるかなというふうにこう思ったりもしてます。なので、こう自分をこう客観的に見るってことはですね、すごく大事かなというふうに思います。あとは、まあ、いろんな情報を見たりしてます。例えば、大原ヘンリーさんって方がいらっしゃいます。その方は、年収90万円で、東京ハッピーライフという本をですね、出していたりとか、あとは、まあ、山奥ニートの方ですね、たちとかのテレビ見たりとか、まあ、今その本とかも、実際買わなくても、YouTube で本予約チャンネルとかあるじゃないですか。そういうので情報を僕見たりするんですけども、そういうですね、自分よりもですね、まあ、ハードな暮らしというか、自分よりこうなんかレベルが高いというかですね、そういう生活をされている方の情報にも触れるようにしてます。山奥ニートの方たちだったら、まあ、山奥で暮らしていて、まあほとんど、仕事とかもしてなくて、まあそのルームシェアみたいな感じでやっていて、でもその中でも結婚をしてこう出産をしたりされてるわけですよね。そう考えると、僕もね、まだまだなと思うわけですよ。はい。やっぱり、もうすごい人たくさんいるなと思って、僕はもうそういう人たちのことをですね、もう尊敬してますし、勉強させてもらってるんですよね。なので、そういう情報に触れるってことも大事ですよね。あとやっぱりこう、まあ、老後の不安とか、まあ、将来の不安とかですよね。まあ、僕もね、やっぱりこう、貯金が少ないので、よくまあ、将来のこととか、まあ、心配されたりもするわけですよ。なんですけども、僕はですね、こう思ってますってことを話したいんですが、僕はね、お金を残したくないんですよ。もう使い切って最後全うしたいなと思ってるんですね。例えば、まあ将来が不安で、もう貯金をしてるとそうじゃないですか。もう将来不安だからもう切り詰めて貯金をしていこうと。で、そして、まあ65歳になりましたと。定年になりましたってなって、なったけども、この年金だけじゃ不安だから、貯金しようと思って。まあ僕男性なんで、男性の平均年齢80歳ぐらいまで貯金しようと思って、80歳まで来ましたと。この80歳になったら、今度は人生100年時代だからといって100歳ぐらいまで貯金しようと思って結局使わずに亡くなっちゃうとか、で将来いつなんだろうと思うんですよね。不安をずっと抱えてずっと貯金をしてって言って使うこともなく亡くなっちゃうのは僕は嫌だなというふうに思っちゃうんですよね。僕はそれよりかは今を生きるってことですね。まあ本当マインドフルネスっても言いますけども、今のこの一瞬に集中をして生きていこうってことですね。そもそもこの人生って僕今が続いていくと思ってるんですよ。今日寝て次の日の朝起きたら明日ではなくて目が覚めたらまた今じゃないですか。人生は今が続いていくから、僕は今を楽しく生きるのが、いいなと思ってるんですよ。もちろんこれは貯金を否定してるわけじゃないです。今を楽しく生きながら貯金をしてったら一番いいですよね。はい。なので僕は貯金を否定してるわけじゃないんですけども、不安にね怯えてずっとこう貯金をしていくよりかは、今を大事にして今を楽しむのも含めて、少し貯金していくぐらいで僕はいいんじゃないかなと思ってます。僕は半年間生活ができるだけの貯金を蓄えようと思ってます。今だいたい月の支出を8万円ぐらいで生活しようと思ってます。なので
大体48万円、まあ、50万円ぐらいの貯金をですね、貯めようと思ってて、その50万円が貯まれば、もうそれからは、もうほぼ貯金をしなくて、どんどん使っていこうかなというふうに思っています。はい、半年間ね、もう無職でも生きていければ、なんとかなると思っているので、もう僕はそういうふうに思って、生きています。うまく話したかな、ちょっと不安ですけども、もう話したこといっぱいあって、全部お伝えしきれたかはわからないんですけども、もしまた話す機会があれば、いろいろ思いついたことをですね、また今度動画で話そうと思います。けども、今日は、トマト大好きさんのコメントに、お答えさせてもらいました。どうですかね、まあ、少しでもですね、まあ、参考になってもらえば、とても嬉しいです。はい。もし、皆さんのお考えも、コメントでどんどん教えていただけたら嬉しいです。僕もあんまりこの、考え凝り固まることをせずに、いろんな意見を取り入れていこうと思ってますので、コメントなどもまたお待ちしております。はい。というわけで、この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。